私はオタクではないもっとすごいオタクがいっぱいいるので、私はまだまだ小さいオタクです。最初に見るドラマ、多分記憶がない1歳とか2歳の時に見ていると思います。だからインプリンティングっていうのがウルトラマンだ、ウルトラマンでありゴジラで育った、最初に見たキャラクターがそれだった。僕も非常にウルトラマンのファンであったんですね。僕は、1987年に生まれているので、もうとっくに昭和のウルトラマンは終わってたんですけど、再放送のビデオを母親が VHS で録画してて、それを3歳から5歳まで擦り切れるように見てて、でそれが、映像とか映画への興味のきっかけで、でこの東宝という会社に私は入った、ゴジラを作る会社なんですけど、私はゴジラよりウルトラマンの方が好きで、ウルトラマンの映画を作りたいって面接に行ったら、あなたは入る会社が違うって言われたこともあったぐらい。ただそんな中、プロデューサーの仕事をやれるようになった後、こういう曲があるって知って、もちろん監督もそうですし、アンナさんのことも大好きだったんで、やらせてくださいと。最初は AP でした、アシスタントプロデューサーから始まって、ただ非常に長い制作期間があって、プロデューサーも僕一人ではない、メインのプロデューサーは3人いるんですけども、そのうちの一人にさせてもらって、今こうやってこの場立ててることもすごい感謝してますし、ウルトラマンへの恩返しができたと思っています。ちなみに彼は大学の卒業論文が成田通るというウルトラマンをウルトラマンやウルトラマンの怪獣をデザインしたデザイナーのことを卒業論文の題材にしています。感動しました。まずそれを言ってください。I was very moved. I was very moved. 庵野が書いたすごい、皮肉に満ちたの、皮肉に満ちたセリフで皆さん笑うのがすごく僕は嬉しかったです。日本の人たちはこういう時に声を出して笑わない、ニヤって笑うだけ、口だけで笑う。でもみんな声を出して笑う。それがすごく嬉しかった。もうとても嬉しかったです。最後のブラックホールにウルトラマンが吸い込まれるところで、ちょっと何人かのお客さんが近くでこう体で動きを表現されてるとか見たりとかして、ちょっと何回も見てますけど、それで僕もまたちょっと感極まったりとかしました。でちょっとだけ申し訳ないなと思うのが、どうしてもセリフが多いのとカット代わりが早いので、字幕が読めない人が多かったと思うんですけど、心配しないでください。日本人でも最初で全てのセリフを理解して聞けた人はいませんので、繰り返し見て皆さん理解しているので、そこはご安心ください。我々の大先輩、私が子供の頃に見たウルトラマンのを演技していたのが古谷敏さんという人なんですけども、彼でないとウルトラマンに見えないんです。ものすごく背が高い、日本人にしては背が高くて、足が長くて、腕も長くて、指も長くて、首も長い、で頭がすごく小さい、日本人とは思えないような理想的な体型をしていたんです。皆さんは多分理想的な体型をしている人いっぱいいると思うんですけど、我々はもう猿のようなプロポーションです。それ言い過ぎですね。いや、これ言わなくていいです、ね、また余計なことをって言います、プロデューサーが、なので、そしてやはり彼がどうしても我々にとっては必要だったので、彼も実は70歳を超えている高齢なんですけど、いまだにそのプロポーションが素晴らしかったので、まず 3D スキャンというコンピューターでデータを全部取り、そしてモーションキャプチャーといってタイツを着て、動きも非常に特徴的なので、彼のパフォーマンスがどうしても欲しいということで、一番最初にこのプロジェクトで行ったことは古谷敏さんのデータを取ること。物語も決まっていないけど、オリジナルのウルトラマンと同じ動きを
最初のエピソードから最後のエピソードまで全部やってもらいました。その時に話を聞いて一番驚いたのが、ウルトラマンの構えってあるじゃないですか、こういう風に構える、あの構えっていうのは実はジェームズ・ディーンだったんですよ。でジェームズ・ディーンがナイフを持っている、あのポーズがすごく古谷さんは憧れていて、だからウルトラマンはのポーズの中にそれを取り入れていた。我々も知らなかった。皆さんの映画がなければウルトラマン生まれなかった。サイランカメラでも私がガメラの特撮をやってるのは皆さんご存知でしょ。でもあの時作ったガメラが自分にとっての新ガメラだったので、今新しくガメラを作るとしたらもっと若い人にやる。あのガメラを作ってる時私28歳だったんです。やっぱりガメラというのは若い人間が作るべきだなと僕は思います。樋口の作ったガメラなんかつまらない、俺がもっと面白くしてやるぜっていうような人が作ってほしいなと思います。誰もいなかったら私がやります、しょうがないな。私はお肉が大好きで、アンナはお肉が全く食べれないです。アンナの分のお肉を私が食べると。昔はここに、ランプが、信号が、まあ、効果はない。なぜないか、まあ、理由はいくつもあるんですけど、一番の理由は最初のウルトラマンをデザインした、先ほど彼の卒業論文を書いた成田徹さんが、あのつけたくなかった、最初のデザインがないんです、なかったのをプロデューサー、彼ではないプロデューサー、その当時のプロデューサーが、タイマーがないといつまでたってもウルトラマンと怪獣が戦って、スペシャルエフェクトの予算のバジェットがすごくかかってしまうので、バジェットを少なくするためにタイマーをつけさせたんです。3分間で怪獣とウルトラマンの戦いを終わらせたかった。同様にウルトラマンってやっぱり昔のウルトラマンは撮影のためにどうしても必要なものがあった。中に入る人が入るための出入り口が必要だ。そのために背中にファスナーとジッパーがついてる。ジッパーを隠すためにフィンがついてる。ヒレが背中に、それも本当はつけたくなかったという話なので外しました。あと中に入るその古谷さんが外の景色を見ることができないので、昔のウルトラマンは目の下に穴が開いてる、穴をも取りました。はい、スーパーマーケットの話をしてもともと、スクリプトの時は、別の名前だったんです。今言わないですけども、それが、まあ、編集中にちょっとまた安野さんが、まあ、他のものがいいんじゃないかということでやったんですけど、まあ、いろんなその文献だったり、言語、そういうところからいろいろみんなでリサーチをして、まあ、なるべくそういうルーツがはっきりしてない言葉というのを、で、もともとスクリプトにあったのはちょっとその後としたら別のルーツがちょっと見つかってしまったりとか、実在するものがあったりとかっていうことがあったんですけど、そうじゃないものを、まあ、選ぶということで、リピアという名前が選ばれたと。Google で検索しても出ない名前です。あ、出るの？ユナイテッドステイツでなんかリピアって何かあったりしますか？あ、よかったよかった。まあでも映画というか物語の中では実はそのやっぱり怪獣の出番って前半しかなくて、怪獣ってやっぱりちょっと宇宙人に比べて野蛮というか野生的な存在なので、宇宙人が出てきちゃうとその後怪獣ってものがやっぱり出づらくなっちゃったんですよね。怪獣がいる意味、登場する意味があまりなくなってしまう。まず僕はシン・ウルトラマンしかやってないので、シン・ウルトラマンの方が好きです。正直に言うと、まあ いや正直に言わなくていいんだ、こういう時に。シン・ゴジラの時はシン・ゴジラの後にレジェンダリーという会社のゴジラ対コングという映画が違うわ、キング・オブ・モンスターズ
キングオブモンスターズというゴジラの映画がアメリカで作られるので、その前までに、それが公開される前にゴジラを公開しなきゃいけない。だから実はものすごく時間がなかったんですよ。時間のない中にで、あのゴジラを作らなければいけないという責任があったんですけど、ウルトラマンの場合、COVIDのおかげで公開がどんどん延期になったんですね。その間ずっと我々はウルトラマンの CG の作業をもっと良くするためにいろんなことができた。多分日本の映画でこんなに CG に時間をかけることができた映画ってこれが最高だと思う。アメリカよりも多分時間がかかってるかもしれない。アメリカは限られた時間の中でいろんなところでいっぱい作るとか、それでいくとすごく心ゆくまでウルトラマンとの作業ができたのがすごく嬉しかったですね。皆さんが SNS でいっぱい書き回る、はい、それはここまで広まってないと思うので、ぜひこの作品をきっかけに広がってほしいと思いますので、皆さんぜひお願いします。